どのよような動作ににっててロボットトサポートして欲しいですか現在日本は超高齢社会であり近い将来医療福祉だとか生活支援という分野でロボットにサポートされることになるということが予想されています例えばロボットに抱きかかえられる場合にロボットが人を落とさないといった安心安全というものは極めて重要なものとなりますしかしながらこの安心安全だけで十分だと思いますか ではロボットと人がどうかですれ違う場合にロボットが皆さんのギリギリを避けていったらどのように感じますか多分怖いと思い不快に感じると思うんですね逆にロボットがはるか遠くを避けていったらどのように感じますかそれもまた自分はそんなに危険なものじゃないのになと思って不快に感じると思います。つまり 人と同じ場所にいて人と共に働くロボットというものは人に違和感を与えない自然な動作いわゆる人に好ままれるるような動作を生成すす必要がありますそのためには人に好まれる動作がどのような動作であってまたそのような動作をどのようにロボットに生成するのかというのが問題となります。 そこで私たちは挨拶いわゆる握手だとかハグといった体を使った挨拶に着目していますそれは人は初対面の人同士でも自然に相手に違和感を与えることなく握手やハグが行えるからですでこの握手やハグというのは身体的インタラクションというものであって人はこの身体的インタラクションを介して人同士の身体的リズムというものを同調させ相手に違和感のないような動作を生成しています それは人とロボットの場合においても同様ではないかと考えていますそこで私たちはこの握手やハグといった身体的インタラクションを生成するための動作モデルというものの開発を進めています例えば握手動作の場合では人同士の握手動作を解析しその握手動作の解析から人のような握手動作を生成する動作モデルを提案します そしてその動作モデルを用いて多くの人といろいろな握手動作を行っていき人に好まれる握手動作または人に好まれるロボットの動作特性というものを実現していってます。さらに握手動作では互いの支部同士をこう接近させ接触させているのでそれを応用させることでロボットから人に物を手渡したりといったロボットから人へのサポートということが実現することができます。 でこれらのことから私たちは人同士の身体的インタラクションを通じて人に好まれるロボットの動作特性を調べることで違和感の与えないロボットによるサポートというのを実現することを研究しています。